父さん、僕って気づかないかもな。髪を伸ばしたクリリンさんとかもね。お、盛り上がってるみたいだな。舞踏会ではベジータさんにも言っておかないと。いえ。え？なるほど。いやへへ。なんと。はい。そうですね。よし。よし。なんと。はい。
父さん、僕って気づかないかもな。髪を伸ばしたクリリンさんとかもね。舞踏会では僕ってバレないように気をつけなきゃ。スーパーサイヤ人に変身するのももちろんナシジータさんにも言っておかないと。いろいろあるよ。毎度大丈夫だ。さてと。あ、いたいた。ご飯、遅かったじゃないか。すみません。ところで、すごい人ですね。ほんとね。ああ、鬱陶しい。ミスターサタンだ。ミスターサタンがついたらしいぞ。ミスターサタンか。地球を救ったヒーローのお出ましらしいぞ。アッハー、全世界のサタンファンの諸君、お待たせ。サタン、サタン、サタン。すごい人気なのね。あ、ピッコロさんだ。ピッコロさん、お父さん見ませんでしたか？ああ、見ていない。しかしお前、そんな格好で出る気か、ご飯。どうしたんだべか、悟空さは。もう選手の控室に行ってるだべか。へへ、ヨッホー。波乱の天下一武道会。魔導士バビディの暗躍。ソン、おい。結構変わっちまったかな、みんな。でも元気だったか。悟空さん、よう帰ってきたの。お父さん。ん？ゴテン、お父さんだぞ。わあ、そっくりだと思ったらオラの子か。
なんだ御殿、おめえ恥ずかしいのけ。御殿か、いい名前だな。いやー、24時間じゃぞ、よいな。ありがとう、占いババア。それじゃ、私たちはここまでね。みんな、ほどほどにね。はい、それじゃ、行ってきます。なあ、ゴテン、ちょっとこの辺りを探索しようぜ。面白そうだね、行こう行こう。よし、ゴテン、あっちを見てみようぜ。出てるし面白そう。こんにちは。お、こんなところを一人でうろ、うん、その肝っ玉の大きさは悟空の子って気がするよな。やっぱ俺たちも早くみんなと戦いたいよな。兄ちゃんとベジータおじさんには勝てないけどね。まあ大きくなったら勝てるさ。あっちを見てみようぜ。やばい、ママたちが俺たちのこと探してるみたいだ。怒ってたら屋台でいろいろ買ってもらえなくなっちゃうよ。よし、迷子になってたことにしようぜ。俺、御殿を探してたことにするから。僕が迷子になるの？しょうがないだろ、年上の俺が探してた方がそれっぽいし。じゃあな、御殿。ずるいよ、トランクス。よう、御殿、やっと会えたな。僕ちょっとトランクス君とはぐれちゃって。そんなこと言って、二人でその辺の屋台とか見て歩いてたんでしょう。え？どうして分かっちゃったの？バカ、御殿、言うなって。やっぱりそうだか、御殿ちゃん、嘘はダメだべ。そうよ、トランクス、あんたも年上なんだからフラフラしないの。ごめんなさい。じゃ、そろそろ試合会場に行きましょうか。だな、これ以上遅くなったら席がなくなっちまうべ。うん、わかった。
しょうがない、早く会場に行こうぜ。お集まりの皆さん、それではただいまより天下一武道会の予選を始めます。今大会の参加者数は例年より多くなっております。その中で出場できるのは予選を勝ち抜いたわずか16名の選手ですが、チャンピオンであるミスターサタン氏は無条件で出場できることになっておりますので、残る15名をただいまから選ばせていただきます。例によって予選は公正を期すためパンチマシンを使って行います。パンチマシンの数値の高い順に15名までが予選を通過できます。パンチマシン？なんだそりゃ。果たしてチャンピオンであるミスターサタンの数値を超える選手が現れるのか、期待してまいりましょう。それでは天下一武道会予選を開始いたします。みんな予選突破できてよかったですね。楽勝だったな。ん？こんにちは。あなたが孫悟空さんですね。なぜオラのことを？噂を聞いたことがありましてね。ぜひ握手だけでも。あ、よろしく。なるほど、噂通りいい魂をお持ちだ。え？では失礼します。何者だ孫。わからねえ。だがオラたちだけが楽勝の試合じゃなくなったっていうことは間違いねえだろうな。あの二人以外は大したことはなさそうだが。なんだあいつら、目つき悪いな。力減りすぎてんじゃねえか。かくして始まった天下一武道会。抽選の結果、 Z 戦士たちはうまくばらけることだが、1回戦の第6試合では、そして1回戦が始まり、続いて第2試合はピッコロと謎の少年シンの対戦となった。しかし、どうしてだ、こいつとはなぜか戦いにくい。初めて会ったやつなのに。何者なのだ、一体こいつは。そのうちわかりますよ。でも今はゲームを楽しみましょう。危険って戦わない。
ないんですか？そうだ。そうか、彼は元この星の神。なんとなく私のことを感づき始めているのかも。で、ではどんどん行きましょう。次は第3試合です。ビーデル選手対スポポビッチ選手。間違っているかもしれんが、あんたまさか。何でしょうか。まさか大海王様では。いいえ、違いますよ。海王神様だ。海王神。一応黙っていてください。今は知られたくありませんから。4人の海王様の頂点に立つ大海王様。さらにその上に海王様たちの神がいるという噂を聞いたことはあったが。どうしたピッコロ、あいつがなんか生意気言いやがったんか。ビシッと文句言ってきてやろうか。よせ。何も言うな、頼む、何も言うなよ。え？その続く第3試合でビーデルはスポポビッチと戦っていた。実力は相手を完全に上回っていたビーデルだったが、異常なタフさを見せるスポポビッチに追い詰められていく。やつは自分の能力をはるかに超えた力を持ってしまってるらしい。わかんねえ、どういうことだ。あの野郎、もう十分頑張った。降参しろ。降参するんだ、ビーデルさん。いやだ。絶対降参なんか。そこまでにしろ、スポポビッチ。我々のするべきことはこんなことではないはずだ。さっさと勝ってしまえ。場外。スポポビッチ選手の勝ちです。ビーデルさん、ポポビッチ、許さないぞ、貴様だけは。分かったな。担架を呼びましょう。いえ、僕が運びます。あいつをやっつけて。次の試合で勝てば2回戦目はあいつと当たる。わっ、先頭取ってきたぞ。よかった。ビーデルさん、騙されたと思ってこの豆食べてみて。あなたのことだから、きっと何か不思議なことが起こるんでしょう。もう大丈夫。でもしばらくここで休んでた方がいいと思う。
ありがとう、ごはんくん。じゃ、みんな待ってるから。頑張ってね、ごはんくん。続いて始まった第4試合、ごはんはキビトと対峙していた。スーパーサイヤ人とやらになるのだ。もしもの場合、本当に私たちの助けとなるのか試してみたい。え、どうしてスーパーサイヤ人のことをそれに助けになるのかって。そのことはいずれすぐわかる。まずはスーパーサイヤ人の実力を見たいのだ。冗談じゃないですよ。こんなみんなの前でスーパーサイヤ人になんて。なんだよ、なんか話してんな。スーパーサイヤ人になれってさ、あいつ。ごはん！ピッコロさん。なんでピッコロ？なんかあるんか？何かはわからない。だが。ごはんさんを利用させていただきます。申し訳ありません。そして、皆さんはこれから何が起こっても、しばらく動かないでいただきたいのです。どうかよろしく。何？どういうことだ？わけのわからない奴の言うことなど危険。正体を言え。このお方は海王神様だ。すべての海王様たちの神だ。聞いたことあるぞ。海王様から。海王神、おめえが海王神様か。じゃあ、あんたの希望通りなりますよ。なんでかは知らないけれど、スーパーサイヤ人、おまけにさらにその壁を越えたスーパーサイヤ人にまでなってあげましょうか。何？さらに壁を？つらっ！すさまじいエネルギー、あいつだ。変身した、ごはんくんが。まさか。いただくぞ、あのエネルギーを。しっかり抑えろよ、スポポビッチ。うん。はぁ、来た。なんだ貴様ら。よし、目いっぱいエネルギーは吸い込んだ。行くぞ。まだです、まだ何もしないで。大丈夫、孫悟飯さんはキビトがすぐ元に戻します。これからあの二人に気づかれないようこっそり後をつけます。もしよろしければ私と一緒にあなたたちも来てください。とても助かります。どうするよ、悟空。ほら、ついていくさ。あの海王神様が助かるっつってんだからよ。それにこうなったわけを絶対知りてえかんな。じゃあ俺も行こうかな。ふざけるな、カカロット。俺たちの対決はどうなったんだ。でもよ、今それどこじゃねえんじゃねえか。ごまかすな。俺は海王神だかなんだか知らないが、あんな奴のことなんかどうでもいい。
貴様と一対一の決着をつけたいだけだ。そのためにこんなくだらない大会にまで来たんだぞ。分かった分かった。天下一武道会じゃなくても後で絶対試合してやっか。腐ったれ、貴様は一日しかこの世界にいられないんだろう。あったらおめえもついてこいよ。向こうでやろうぜ。行くぞ。ご飯のこと任して本当にいいんだな。大丈夫だ。孫悟飯を回復させたらすぐに私も行く。多分孫悟飯も行くと思う。くそ。おーい、やはり来ていただけましたね。助かります。あなたたちの力も借りなければおそらく勝てない。勝てねえってあんな二人にか。いいえ、あの二人はただ利用されているだけです。ずる賢い魔導士に。魔導士。はい、地球ではやっと人類が二本の足で歩き始めたほどの昔、宇宙の彼方にビビディという極悪な魔導士がいました。ある日ビビディは偶然からとんでもない怪物を作り出してしまいました。ブーというとてつもなく恐ろしい魔人です。たった数年で何百という星が死の星に変えられてしまいました。魔人ブーの凄まじさは作ったビビディですら手を焼くほどでした。魔人ブーを一時的に封印して動けなくしておいたくらいです。その隙にビビディを倒すことができたのですが、魔導士ビビディには子供がいたのです。親と同じ邪心を持った魔導士バビディが。もういいぞ孫悟飯。治ってる。一緒に来るがいい。何もかも話してやろう。私も一緒に行っていい？いっぱいあるの、知りたいことが。お願い。うん、危なくなったら絶対逃げるって約束できる？うん、わかった、行こう。魔人ブーですか。なるほど、そんなことが。でもスポポビッチとヤムーは何のために武道会に。長い間封じ込められていた魔人ブーを蘇らせるためには汚れていない巨大なエネルギーが必要らしい。そこで武道会にあの二人をよこしたのだ。それよりこのスピードでは追いつけない。もう少しスピードを上げるぞ。私にはこれ以上は無理よ。やっぱり帰った方がいいよ。想像よりずっとヤバそうだ。そうするしかなさそうね。残念だけど。でもこれで分かったわ。セルを倒したのは私のパパじゃないわ、あなたたちね。それはやっぱり私だってどう考えてもちょっと変だなって思ってたんだから、これですっきりしたわ。頑張ってね、ご飯くん。魔導士バビディってやつを倒してみんなを助けて。うん。死なないでね、ごはんくん。無事帰ってこられたらデートとかしたいから。もういいか。では海王神様たちに追いつくぞ。はい、
すみませんでした。バビディ、どんなやつだろう。よし、急いでお父さんたちに追いつこう。なさそうだな。大したことなさそうだな。ことなさそうだな。なんか寂しそうな村だな。はい。よし。なんと。ええ。はい。はい。
頼みます。したことなさそうだな。これは特別美味しそうだな。いいもの見つけちゃった。大したことなさそうだな。やあ、お腹が空いてきたな。ブーマさんいるかな。おう。ああ。これは特別美味しそうだな。いいもの見つけちゃった。おりゃ
大きいな、西の都は。順調、そんなもんです。はっ、いや、はっ、うはは、いや、はっ、順調、そんなもんです。はっ、そんなもんです。うん、順調順調。感じだな。いいぞ。おう、ああ、いいよ。ありがとうございます。ありがとう。いえ。ああ、はい。
あの、あ？どうです？ありがとう。いえ、あの、何？いえ、な、な、いえ、はい、行くぞ。スーパーサイヤ人の壁を越えたスーパーサイヤ
僕ってラッキーかも。あ、これは食べ頃のマンゴーだな。やったぞ、とっても甘そうなマンゴーだ。これはすごいぞ、力が湧いてくる。あ、いいもの見つけちゃった。大したことなさそうだな。あ、これは食べ頃のマンゴーだな。誰か一丁、あいつがバビディっていうやつか。いえ、違います。誰か出てくるぞ。ドープラ、バビディのやつ、暗黒魔界の王まで手の内に入れてしまったのか。え、ドープラ、どっち、出てようか。そうです。ということは、あのちっちゃい方が魔導士バビディなんですか。そうです。力は全く非力ですが、恐ろしい魔術を使いますので、決して侮ってはいけません。バビディの一番恐ろしい魔術は、相手の心の中の悪や欲につけ込んで思い、だから私たちはお前たちのように心に悪を持たぬ者しか戦うことはできんのだ。ほうほう、こいつに満タンのエネルギーなの。よくやったね。これで魔人ブー復活にかなり近づいたよね。これでもうお前たちは御用済みだよ。ぷいぷい。はい。ダーブラ、やっぱし僕の計算通りヤムーたちはたくさんの餌を連れてきたようだね。ずっと昔、僕の親を殺しちゃった海王神と一緒に。海王神とキビトのエネルギーは使えないとして、3匹ほどは素晴らしいエネルギーを持っているようですな。あの3匹以外のクズをお掃除して宇宙船に戻ったら、奴ら必ず追ってくるよね。そこでエネルギーを吸い取るのが一。なるほど。そうだ、海王神はお掃除しないでね。海王神はこの僕が後でじっくりと始末してやるんだ。わかりました、バビディ様。じゃあ任せたからね。は、さて。キビト、なわっ、うわっ、しまった。これでピッコロ触ってはいけません。二人は石にされてしまったのです。ダーブラが死なない限り元には戻れません。なんだ、あるんじゃねえか、そんな簡単な方法が。とっとと帰るんだな。バビディ様には誰も逆らえんのだ。行くぞ。お待ちなさい。
お父さん、やつを倒してクリリンさんとピッコロさんを助けなきゃ。当たり前だ。
Thank you.